こんにちは、ハイジーです。というわけで今日はファミリーマートさんで全然売ってなくて、もう全然買えなかったものがやっと売ってたので買ってきたので食べてみようのコーナーでございまして、そちらが芋もち明太チーズというものなんですけれども、これがレジ横の商品でございまして、もうレジ横のあのケースの上に大体的に芋もち明太チーズって書かれてあるのに、そのスペースだけ空いてて売ってないのよ。僕ずっとファミマに行くたんびに、何これ、買いたいんですけど、なんで告知だけして売ってないの、行くたんびにへこむんですけど、友達みんなで遊んでる時に自分のお母さんじゃない人のお母さんに怒られたやつみたいなへこみ方するんですけども、友達のお母さんに怒られるやつしばらくへこむから、復活できないからしばらく。やっと買えた。ちなみに袋は完全にファミチキって書いてあります。わー、はいはい、この感じすーんごく美味しそう。ちょっとあんドーナツみたいな見た目に見えてるかもしれませんが、温かくて衣のサクサク感は肉眼ではすごく伝わってきます。本当はさっくりかじりつきたい気がするんですけれども、やっぱり中身を見ないことには皆さんも納得できないですよね。せーの、音いいね。せーの、あ、伸びた。今ちょっとこことここ切り離すとき伸びたの見た。芋餅の中に明太子のつぶつぶ。いただきまーす。おいしそう。最高です。完璧です。めちゃうまい。串に刺して3個くらい一気に食べたいくらいのめちゃうま感。衣に関してはカラッとサクッとしております。カラッとサクッと美味しいスコーン、スコーン関係ない。ですぐその後にもっちりの波で、もうこの時点で勝ちなんです。勝ち試合だから、後に来る明太チーズの味わいでもっと美味しくなっちゃうんですけども、そこはもうウイニングランの最中にもっと早く走っちゃうみたいな、そういうノリでございます。うん、うまい。もう気分はもうサービスエリアというか、もうサービスエリアにも絶対置いてほしいぐらいの美味しさで、これ一応揚げ物でありお餅であり明太子でありチーズであるじゃん。カロリー気になっちゃうよね、どうしてもね。カロリー今調べましたら179kcalでございます。にしてもこの感じが100円でサクッと味わえちゃうのは、いやーすごい時代になってきたなという気持ちが拭えません。うーん、うまい。今残り半分を一口で一気にいったんですけども、その時のダイナミックな感じがまた幸せすぎる。これ心から超新星が登場してしまったという気持ちがもう拭いきれません。あとね、はっきり言ってみんなびっくりすると思うよ。まずこちらね、たい焼きみたいなデニッシュ138円なんですけども、ファミマベーカリーシリーズのものでございまして、今僕が特にクリコアンさんのねたい焼きにハマってるっていうのもあるんですけども、たい焼きって言われるだけでちょっと嬉しいんですけども、こうデニッシュがたい焼きの形になってるんですよ。でパッケージに目があるの、どう思った？目があるの、ちゃんと。これちょっと一個の発明だよね。外側でかましてくるっていう。内側に関してはもう、こう、たい焼きの目とかいう概念はないんですけども。で、こう、でもこう、こう。でも、尻尾の感じとかはいいよね。で、中のね、あんがどれくらいのもんなのかっていうのも見ていきたいんですけれども。はい。せーの。こうです。そうなの、ちょっとこの背中の中が空っぽな感じに関してはちょっと止めどない、止めどないし絶え間ない、絶え間なく注ぐ愛の名を永遠と呼びたい。ではまずはあえてこちらから食べてみましょうかね。なんかなんとなく、なんとなくですけど、うん、はい、これねしっとりデニッシュ系です。たい焼きの形をしてるからたい焼きと味を比べちゃうのかもしれませんけれども、食べた感じはもう当然普通のあんこのデニッシュでございまして、温度がなくてもちゃんと美味しいやつで、今あんこが特に少ない部分というか、まあほぼない部分は食べたんですけれども、この生地の部分くらいのあんこの感じで食べたんですけれども、もちろん気持ち的には物足りないと。そんな中でこっちの生地に対してのあんこの迫力すごそうなところ行ってみたいと思います。うーん、贅沢すぎて、なんでドリンク用意してないのっていうことにちょっと自分後悔。これはあんこ量が半端じゃないから、こっちをちょっとかじって、こっちおかずとして
こっち行くっていうパターンもありだと思います、食べ方として。で、やっぱドリンクやると無理、これはドリンクも買ってやるから、待って。ドリンクに関してちょっと自信がありまして、昨晩奥さんがタピオカミルクティーファミマのやつを飲みたいって言うから買ってきました。2つ買ってきました。2つ買ったんで1個は今あるだろうと思って、たい焼きと合わせちゃうかなと思ってご機嫌で冷蔵庫向かいましたけれども、ない。そんな可愛らしい奥さんといつも仲良しでございます。黒ウロン茶もね、油物食べたし全然ありだから。にしてもタピオカドリンクって今女性に人気ですよね。なんなんでしょうね。まあうまいはうまいんだけども、あ、顎にこれぴったりはまる感じになって恥ずかしいから食べます。うまい。で、一応個人的にはタイキデニッシュを食べて、あ、ちょっと水気も欲しいとか言ってミルクティーを飲んで、タピオカもポコポコ入ってきて、うわすごいでかい粒あんだみたいなことが言えたらいいかなって思ってたことだけは報告しておきます。バナナ風味豊かなバナナボールフランスパンかっこミルククリーム入り3個入りという、これまた絶対的に美味しそうなものを売ってましたよね。これももうタイトルの長さに関しては大黒摩季さんを彷彿とさせますよ。こんにちは、ようこそっていう感じの見た目でございますが、こちら黒いのがチョコレートじゃなくてドライバナナなんですって。上のこの辺はバナナシュガーで、中にはミルククリームが入ってるそうでございまして、もうこれお店で言ったらさ、入り口完璧っていう、もうこれ入り口でお店入りたいって思っちゃうような店構えというか、ただね、外にね完全個室って書いてある割に入ってみたら、いやこれ個室じゃないじゃん、カーテンで仕切ってるだけじゃんみたいなこともありますから、一応中の方を見ていきたいということなんですけれども、せーの、パッカー、はい、ありがとうございます。申し分ない感じの面積なのではないでしょうか。クリーム、コンビニって本当にすごいよね。こういうのをハイペースでさ、常に何個かずつ発表してるんだもんね。うんうんま、クリームがちゃんと口の中で周りの生地に潤いを与えるくらいジューシーです。生地の部分がね、多分ね、もう全体的にバナナ風味なんですよ。よく見たらこれ黄色いでしょ、このこっちの生地の断面もすごくいいし、さっきの芋もちと違ってこれはうわうまってなってからまだ2個あるよっていう、その嬉しさもあります。うん、美味しいな。で、種ザックというカジサックみたいな響きの種ザックがありますけれども、柿の種とピーナッツが一粒にということだ。だからずーっと一緒にいてくっつかなかったあの二人がやっと結婚したよみたいな、そういうこと。ちなみに149円でございます。ドラマ愛し合ってる会の陣内孝則さんと小泉京子さんがやっとくっついたよみたいなことですか。せーので、ペロンときます。パックマンでこういう形の敵いたよなっていうやつの形の柿のタレになってます。結構細かく砕かれてるイメージもありますが、すごいあり、すごいありだった。あ、そうきた。ただやっぱり柿の種ですから奥歯の歯の上下はすごくくっつくんですけれども、ピーナッツの部分が普段僕いらないっていうタイプで、柿の種だけ食べたいっていう派だったんですけども、ピーナッツってこういう風に美味しいんだっていうのを感じさせてくれる一品というか、綺麗にあの柿の種にいい風味を与えてくれるんだ。うまいね。辛さに関してはほんとちょうどいい感じ。辛さは辛さとして残って、この辛さが次の一口を呼び込むみたいな辛さでございまして、バクバクいっちゃうよね。だから柿とは言ってますが、全く飽きが来ないお味。そして最後はこちらでございまして、スイーツもなかクリーミープリン、こちらが1個187円の商品でございまして、せーのと、これ角なしオセロができるやつじゃん。せーのと、せーの、カラメルが真ん中にあるという、モナカと黄色いやつの間にホワイトチョコが見えると思います。
あーなるほどなるほど、美味しい。もなかはサクサクなんですけども、サクサクと混ぜてちょっと内側からのアイスのおかげでしっとりもしてます、ややしっとりもしてます。で、中のプリンに関してはもう分かりやすい、もうみんながイメージできるプリンアイスのお味でございまして、カラメルはほろ苦さがあって、ホワイトチョコの存在は今あまり感じませんでしたけども、全体としてすごくいいまとまりになる、うまいね、なんか落ち着くねっていうお味でございます。で、やっぱり口の温度によってこうやってさ、直角に固まってたイメージのこれらがとろんとしていく感じが気持ちいい。うん、いや美味しい。やっぱりこれはほろ苦さが決め手でございますね。というわけでごちそうさまでした。それはいいんだ、それはいいとして、まだ変なコメントが来てるんだ、だから紹介しますけれども、雪だるまさんからのコメント、なんで昨日マンホールに入っていったんですか、僕じゃないです、人違いです、それ多分ミュータントタートルズ。